あ、10週だけですよ。え、10週だけですよ。10週ですか。ちょっと、あ、まだまだまだですか。まだまだまだ始まってまだ最終コーナーとかいい感じだったから今のも一周のうち入れとった方が良かったんじゃないか、ないんですか。大丈夫です。まあ、まあ、10周ぐらいで15周、え、10周です15周ですスタートを言ってください、はい、そこから10周、はい、やります。重楽ですね、はい、重楽はい、集中してる感じが伝わってきますね。ブレーキングをしながらの今みたいな車をこうねじりながら荷重を回していくところのコントロールがすごい上手になりましたよね。ここの感じとか、最終コーナーのこのここからこっちに行くところとかがスーッと、まあ今失敗しましたけど、コントロール やろうっていう気もなかったですもんね、ちょっと前までは。そうですね、うん、ああいいですね。一エアがそれがスムーズにいって立ち上がりがしっかり踏めてきてるときは車速が高いので、それでヤシの木で失敗してるんですよね。いいことだと思います。あ、うん、だからここの一エアをここを失敗したときはヤシの木スムーズに回ってます。これ車速が高いからここの先をちゃんと考えないと、ほらでしょ。だからあのヤシの木で失敗するのはあそこの1エアが決まった時です。なるほど。ほら、だからやっぱ繋ぎ切りではないっていう。そうですね、まあ先あそこ本当は1エアが決まった時は、あ今回はきっちり加速手前からできるから車速乗るなっていうのを想定してヤシの木コーナーをクリアしていかないと、失敗した時の感じでクリアしようと思っても車速が違うので、いいことだと思います。もう今8周か9周走りましたっけ。あと3周ぐらい、あといやまだ5周ぐらいしかしてなかった。全然まだ、あちょっとじゃあ集中して5周いきましょう。
みたいにちゃんとこの先もうどうなるか自分でわからないって言った時はやめれることも大事なので、無理とは思ってます。そうですね、車速が高く入ったときは大きく回して今みたいに持っていくと落ち着いて回れますね、はい、その先がそうです。まだ進んでない。最後一周です。酒を見て。そう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 。あ、うん、いいですね。でもそこまで来ましたね。向こうまで繋げないですけど、うんうん、どーんでここまでぐらいうまく取れる時が、うんうんうん、ずっとどーんまたどーんって行けないんですけど決まったら決まったであんまり決まった経験が少ないから、そうですね、その先どうなるかわからないんでしょう。いやいいですね。ちょっとスローモーションで撮りましょうか。あ、スローモーションで3周ぐらい撮りましょうか、はい、やっぱ車速が間違いなく上がってるからですね。うん、ですです。さあ、じゃあ3周スローモーションで撮りますので。